皆さん、こんにちは。再び、日本第一党の中村でございます。本来ですね、今日は食の話をしようということになっておりましたが、どうしてもですね、緊急で取り上げていかなければならない、話題もありますので、ちょっと食から外れてですね、お話をさせていただきたいと思います。今ですね、皆さん大変有名な、村田先生が本でも書かれました、自治基本条例というのがございます。これ各地方ですね、地方からこの国を瓦解させようという動きの一つのものでもあります。それと同時にですね、最近川崎であるとか大阪でとか話題になりました、差別のない人権尊重の街づくり条例。これ名前だけ聞くとですね、何を言ってるんだかわからない。これがまた一つの特徴なんですが、川崎とかは差別のないというふうに言葉がついております。例えば私のいる相模原市では人権尊重まちづくり条例、これだけの名前でやろうとしている。まあこれからですね、名前も変わってくるかもしれませんが、こういった条例があちこちで今作られているんですね。その中に、いわゆる我々の言論を弾圧しようという動きが非常に強くなってきていることを警戒しなければならないと思います。今、川崎の例などを見ても、これ、一つ言えることは、必ずこの条例を作るときに、まず、左翼側の陣営が外国人に対しての差別的発言を禁止する、ヘイト条例と言われるもののような形をどんどん作っていくんです。そして、川崎などでそれでやはり反対運動がどんどん起きたときに、この今の日本の政党の中で最も汚い、そして最も許せない自民党という必ず政党が出てきまして、その自民党員が何を言うかというと、日本人差別を許さないという付帯事項をつけようとか、いう話になってくるんです。これ我々よくヘイト条例と呼んでおりますが、これ本当に気をつけなければならないのは、実はこれはヘイト条例ではなく、言論弾圧条例だということなんです。今申し上げたように、これを言論弾圧ということになっていくと、これ全体主義のもう前提となっておりますので、なってしまいますので、それを出さないためにですね、外国人の人権を守ろう、日本人の人権を守ろう、そういった話にすり替えてくるんです。これ本当に気をつけなければならない。今、この街づくり条例というのが出たときに、私の住む相模原市でも、この日本人差別を許さないという、どうしても運動が始まってしまうんです。しかし、この日本人を許さない、日本人差別を許さないということに、我々が固執してしまうと、まさにそれが、地方自治体の長、市長、もしくはその議員たちによって、作られた罠に我々がはめられてしまって結局成立するということです。川崎の例というのを見ていただくとわかりますように、まず最初に外国人差別を許さない。まさにそういうふうに動いていくんです。そして必ず自民党が付帯決議でそれをつける。その繰り返しなんです。例えば相模原市で本村健太郎市長が選挙に出たときに、我々は彼の選挙違反、公職選挙違反というのを追及いたしました。もちろん、自民党の須田武史議員の金銭の授受という公職選挙違反。そして、石川議員、今現在相模原市議の議長をやっております。その議員も同じように金銭の授受に関する違反がありました。これを我々が強く糾弾をしたんです。そしたら何と言っていくか。我々が行ったこと、この言論に対して、これは醜いヘイトスピーチだという言葉で向こうは言ってきました。とってもおかしな話なんです。そのように、今、あの方たちが狙っているのは、すべてにおいて、自らの言論を
自らの立場を守るために、一番嫌な言葉、そして言論人に対して、これを何としても止めなければならない。いうことでやっているのが、この街づくり条例というものなんです。これ、例えば、もう川崎なんかではこういう状況になってますから、もちろん日本人のですね、権利を取り戻すという運動も必要になるかもしれない。しかし、まだまだ制定されていないこの多くの都市においては、日本人差別ということで戦う。その戦いというのは方向性として間違ってしまうんです。自治基本条例というものは外国人の参政権を認めようというものです。そして自治基本条例、住民常設投票条例、そういう条例をもって実質的に外国人はもう政治に参加をするようになります。今回の内閣においての外国人が参加しているのも同じなんです。このように皆さん、このような条例、このような法律というものに関して、これはみんなで吟味してですね、多方面からこの可能性、何が目的なのかというのを測らない。我々は日本人の権利を勝ち取った。でも日本でなぜ日本人の権利を勝ち取らなきゃいけないんですか？そもそもあるものを、そのあるものを壊そうとしているということを強く思う必要があると思います。今のこの日本において、日本人が本来受けるべき多くのサービスであるとか、多くの権利であるとか、そういうものがないがしろにされている。そして外国人に対しては、なぜかこれを忖度したかのように、すべてのものをやっていくという感じです。しかし、前にもお話しましたけど、例えば外国人生活保護1200億円という問題は、日本人の福祉で1200億円足りないという問題とは別の問題だということも、必ず理解しなければならない。外国人生活保護がなぜいけない？それは日本のルールに反してるからいけないんです。そしてその1200億円というものは、その1200億円が我々は財源として欲しいからこの運動をしてるんではない。この条例もそう。外国人生活保護もそう。外国人留学生問題もそうなんです。これらは一つ一つ密接に関連をしているようで、すべては別々に我々が争っていかなきゃいけない問題だということなんです。もう一度繰り返し言うようになると思いますが、この人権尊重まちづくり条例というものは、非常に巧みに作られた日本人、いわゆる上級国民と戦おう、国と戦おう、死と戦おうというものに対して、その言論を一切封じるという言論弾圧条例です。そしてこれは全体主義につながるもの。我々はこの条例は日本人が差別するから反対をしているんではない。外国人が差別されるから反対してるんではない。そんなような簡単な問題ではなく、我々の今の日本のこの社会、政治システム、民主主義、そのすべてが瓦解する、そのようなものであるということを強く訴えたいと思います。で、皆さん、日本の今の左翼、そして自民党という左翼、すべてがこの国を破壊しようとして、これが新自由主義というものです。国境を否定する新自由主義。すべてのものと、人が往来が自由になる。そして一部のものだけが儲かる。そのための今、土台作りをしているということです。日本は今戦後最大の危機を迎えている。これは私が常に言うことですが、このように危険な状態となっております。気がついた時には我々は何も言えない。気がついた時に我々が仕事もない。気がついた時に我々には食べ物もない。そんなような時代がもう目の前にまで迫っている。
そしてこれは自民党であり、維新であり、そういう政党が一生懸命進めている政策であるということをご理解いただきたいと思います。どうもありがとうございました。